ああもうほんまにもう悔しい、ほんまあの時ほんまのカジキさえ連れてればもう今頃ヒーローやったのに、ほんまにカジキカジキってね、あんたいつまで言ってるんですか。カナダに行けばとてつもないでかいサーモンが釣れるそうですよ。え、そうなの。カナダ折り入ってご相談が。わかりました、ゲンさん。前より全然難しくなってるじゃないですか。こんなん無理ですよ。今回は助っ人、助っ人一人だけ呼ぶこと許可します。うん、わかりました。それじゃあ助っ人は。ケンのデラックスのオムレツ大でウィズマルマル。はいはい、というわけで証拠にも帰ってきました海の男ゲンです。というわけでね、今日からね、なんとね、プロデューサーにね、まあ、立ってのプロデューサーの立っての希望でね、私ゲンの釣りたい年シリーズ新章がね始まることになっちゃいました。すいません皆さん、ごめんなさい、またお付き合いください。というわけでね、またこれから新しい夢に向かってね走っていくわけなんですけども、今回の新しいルールの方、はい、ホール実践回数は全6回で、1回あたりの実践時間は4時間、前回と一緒ですね。で最終出玉数がそのままポイントに、1玉が1ポイントということですね。でさらに、プレミアム演出を出すごとに1000ポイント、ね、まあ、今回もプレミアムいっぱいあるみたいなんで、こちらをクリアするごとに1000ポイントというボーナスポイントがございます。でさらにですね、全6回の実践終了後、まあ、総合獲得ポイント、こちらの方が77,777 ポイント。え、ちゃんと言えてる、今言えてるね、言えてるね、はい。でカナダでキングサーモン釣りに挑戦。カナダ行っちゃいますよ、カナダ、ね、カナダね、大丈夫ですかそれ、そんなんいいんですか、うん、キングサーモン、キングサーモンってどうやってするの、どうやってするのまた途方もない、ね、夢をいただいちゃったわけなんですけども、まあ、これが一番、いいところなんですけど、じゃさらに、5万ポイント以上やったら、まあまあ北海道でキングサーモン釣りに挑戦ということでね、まあまあどちらにしてもキングサーモンは釣れるということで、まあ、今回の獲物はキングサーモンということでね、まあ、僕もサーモン好きなんでね、格好の餌食か餌食に違う獲物かと思いますけども、はい、ってことなんですが、まあちょっとね、前回は確か3万ポイントでね、沖縄行けて、で5万ポイントでハワイやったっけなんですけど、明らかに条件が上がってるんですよ、厳しいんですよ。ということでちょっと一人じゃ心持たないということで ね冒頭で言ってましたけど、ウィズということで協力者助っ人をご用意しております。どうぞ。こんにちは、ロバンジェの町並み銀行です。ゲンさん急に何ですか、なんで私なんですか。リンちゃんといえばね、セカンドシーズンでのあのアグネスパールフラッシュね、アグネスちょっと間違えたね、ちょっと間違えたけど、アグネス、そう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 、あれでね素晴らしい連チャンをね見せていただきましたんで、はい、あの時の実力を見る限りやはりあなたが一番、まあ、僕の夢を助けてもらうには一番いいかなと思いましてね。わかりました。そうですね、あっさり認めるんよね、うん、謙虚じゃないんよね、うん、じゃあゲンさんのために肌脱ぎましょうかね。マジですか、はい、脱いじゃいますか。脱いじゃい、早く脱げやえ、そういうわけじゃない、うん、そういうわけじゃなくて、うん、はい、じゃあ、まあ、とりあえずじゃあ一緒にお願い、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ゲンさん、うん、これ何ですか。あー、隠れてますね、これこれこれ。そうなんですよ、すごく気になるんですけど、ざっとご説明させてもらったんですけども、やっぱここが一番気になりますよね、うん、5万ポイント以外何されるのにっていうところですよね。ね、ちょっとなんかまだめくるなって言われてるんで、はい、2人で一緒に仲だけにめくるっていう風になってたんで、なるほど、ちょっとめくってみますか。どうぞ、はい、ちょっとめくってください。いきますよ、はい、なんでか言う2人ともこの先一生海物語を打つこと読めや、および読まれへんのか、および魚釣りを禁ずる、うん、なんだと。
松並銀行パールフラッシュ銀行に変える。ちょっと本当に困る。それはいけそれはそれダメだから頑張りましょうよ。いいじゃないですか。いけんよ。いいじゃないですか。ちょっとこれちょっとでもシャレになりませんな。シャレになりませんよ。シャレになりませんよこれ。そうです。愛する海が打てない。そう。プラス愛する魚も釣れない。そう。プラス愛する銀行が。さらにパールフラッシュ銀行。まあ、これはどうでもいいけど。これはどうでもいい。むしろそうしたいぐらい。だけど。打てないの困りますね。まあまあこれは困りますんでとりあえず二人ともちょっとね、うん、頑張っていきましょう。頑張りましょう。うん、はいというわけでね、まあ二人で頑張っていくわけなんですけども。はい。一応ですねまだこの実践日、まあ、配信日もそうなのかな。ではサンヨさんのデラックス海物語こちらまだ導入されてない11月5日から導入ホール導入開始ということでまだ導入されてないんですけどもサンヨさんのご好意でですねほい、まあ、海の男ゲンのためということで僕の夢のためにってことで何笑ってねおでこは叩いてお金取りますよ。なんか相槌ぐらい打てやということなんですけどね噛んでもだけどなんでサンヨさんご好意でなんと今日はショールームで特別に先に打たせていただけるということでこちら今日東京上野のショールームの方にお邪魔させていただいておりますということで2人で歌えるということなんですけど僕は展示会で歌ったことあるんですよ。あなたはまだないです。歌ったことないでしょ。はい、まあ、海のこと何も知らないでしょあなたどうせねってことなんででも気になるんですよ。あそうですね。だから今日は教えてくださいね。ですよね。もう僕は海の楽しさ面白さ奥深さこの辺をねじっくりと伝授してあげたいと思いますんで。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、参りますよ。行きましょう。はい、せーの、イエーイ。と行きました。はい、参りましたよ。行きましたね。ほらほらこちら。すごいすごい。初めて。砂海ですよ。ねえ、初めて見たんですけど、はい、めっちゃ可愛いですね。でしょ？うん、でしょでしょ？でしょでしょ。綺麗、キラキラ。とりあえずこの透明感がね、本当にね、まあ、歴代海シリーズの中でも、ね、っていうか。パチンコのね、今までなかった感じですね。中でもなかなかこの透明感は、うん、アクアリウム、ね、ブルースケルトン、カラフルだし、ね、ね、知ってる知ってる単語を並びましたけど、ブルースケルトン、はい、なかなかないんですけども、うん、はい、この歴代の中でも一番綺麗な海、こちらで早速泳いでいこうと思います。楽しい。はい、ということで、はい、じゃあ早速参りますか。参りましょう。はい、まあ、今作もおなじみの3モード、うん、安心の3モード選べるんで、はいはい、一個一個やっていこうと思うんですけども、とりあえず最初は、まあ、海モードと、まあ、ダイビングモードとバカンスモードあるんですけども、まあ、いつもの海モードからやっていきましょうか。はい、海モードでいきましょう。はい、はい、じゃあ打っていきます。はい、まあ、基本的にですね、海モードこちらはまあ皆さんご存知いつもの海物語ということで、まあ、泡と魚群を楽しめるモードということで、まあ、シンプルになってるんですけど、ダイビングモードの方が、新海物語の、演出を踏襲していると、あの待機魚群ですね、好評やった待機魚群の方がパワーアップして帰ってきてると、でさらにボタンも楽しめるというのと、あともう一個、バカンスモード、バカンスモードの方は、沖縄2、こちらのステップアップ用具、はい、大好きなやつです私の。あ、そうなの。はい、あなたは打ったことある？結構打ったことあります。マジですか。はい、その沖縄2の、ステップアップ用具なりを演出を踏襲しているということで、まあ、歴代のでさらに今回近江2のタッチアクションももちろんついてるんで、まあ、歴代の近江2とか新海とかあと沖縄2、この辺の全てのいいところを結集した、はい、集大成となる、なるほど、海になってるということで素晴らしい。今回役物がすごくてですね、まあこのおなじみのというか一発告知のフラッシュ、はい、今回デラックスフラッシュ、デラックスフラッシュっていうことなんですけども、はい、まあ海シリーズの中でも最大級のインパクト、うん、最大級、まあ、最大と言っていいですねということで、まあこれが基本的にショート告知で一回光れば、はい、まあまあ通常大当たり以上みたいなチャンス大当たりですね、はい、チャンス大当たりになるんですけども、さらにこれが落下することがあるんですよね。お、今までありましたか。落下したってこう、ね、光るんですよ。すごい見たいですね。それが光ったらまあ各編大当たりのコートなるんですけども、見たい、そのインパクトたるやほんまに、ね、あなたのおでこどころじゃないですよ
いやね、じゃないっすよ、ほんまに最大級ですから。本当ですか。ほんとね、ここにカニさんもいるんですよ。あ、そう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 、うん、カニがいるの。実はね、隠れてるんですよ。これが、まあ、これも今回搭載された薬物で、まああの玉が入るんですけども、はい、玉が入ったその玉をここに隠れてるカニが出てきてキャッチすることがあると。へぇ、バチッとね。これカニバサミホルヨホクっていうんですけども、はい、これが出て色が変わると、まあチャンスということで、その色に従って大当たりの期待度が変わると。なるほど。いうことで、まあ地中海ですね、地中海の、保留先読み、まあ、これもかなり人気が高かったらしいんですけども、それが復活してるということで、保留アイコンが変化して、まあ赤かったらスーパーリーチみたいな、あと魚群のマークが出て、出てきたらもう魚群が発生するという熱い仕掛けになってる。デラ熱い仕掛けになってる。デラ、その辺も注目してもらえればなと。特徴的なのがこちら、クジラキー焼き物、うん、が飛び出して出てくるクジラキーボーナスっていうのが、今回初めて搭載されたんで、はい、シリーズの中で初めて搭載されたランクアップボーナスってことで、まあ、4ラウンド、8ラウンド、16ラウンドという感じであるんですけども、まあその途中でクジラキーが出てきて、クジラキーボーナスに突入して、そのラウンドごとに、まあ、継続演出があって4、8、16ラウンドっていうふうにランクアップしていくというボーナス。特別ですね、今回だけの。そうそうそう、特別なボーナスなんですね。そうそう、でさらにその振り分けがなんと1対1対1らしいんで、全部均一らしいんで、普通4ラウンドとか多いやんか。普通4ラウンドが多くて8ラウンドがとこあって、まあ、16ラウンドなかなかいけへんとかいう場合が多いけど、今回の作品は16ラウンドも全部、8ラウンドも4ラウンドも全部一緒の技術なんで、全然16ラウンドも期待できると。ありえると。噂をすればクジラッキー、クジラッキー飛び出した。そう、こうなんですよ。すごい。いきなり今変動中、何もリーチかかってない時に出てくる場合もあるし、へっていうね。あとリーチ外れ後にあれって思ったら出てくるとか。ゲンさん、くるくる回ってる。回ってますね。これバブルリングっていうんですけども、すごい綺麗。波がこう動いてるんですよ。これ映りますか、わかりますか。すごい。わかるわかる。そう、これクジラッキーの歌ですか。そうなんですよ、クジラッキー専用ラウンド。クジラッキー歌っちゃってるんですね。ものすごいなんかこの緩い感じ。緩い感じですね、うん、いいですね。めっちゃ可愛いです。デラ、デラ可愛いです。デラ可愛いです。デラ可愛いです。お、もしここ、ここで画面タッチして飛び出せば、なるほど。1対1対1っていうのがいいですね。そうですね、うん、夢がありますね、うん。できますね、ピンチを助けてくれるんですよ。あ、頑張った。まあまあ1対1対1なんでね。でもじゃあこれってことはクジラキ核変なんですね。核変ですね、はい。すげえ。だからどこ出てきても嬉しいと、うん、ピンチを助けてくれる。そうですね、チャンスを呼んでくれるクジラキ。まあ今回核変させるやつが 65% あるんで、まあ結構レンちゃんも期待できるんじゃないかなと。77,777 ポイントなんて意外とパパッと増えてくる。そうですね。お、同時リーチ。これはでも危ないよ、泡やから。はい、マリンちゃん、マリンちゃん今回もよろしくね。あー、やばい、蜂っぽい、蜂っぽいよ、泡やしと思わしないね。お、いや、海が来た。お願い、マリンちゃん、大チャンス。海の音の魚群はデラ熱い、デラ熱いっすよ。頑張れ、行ったってください。いいよいいよ、読んでもいい、読んでもいい、そこはダメ。やっぱ私、人のためが向いてないんかもしれん。言えてませんよ、言えてませんよ、言えてません。人のためなのはいけんのかな。さあ、ラスト。もちろん最終ラウンドでサムが出てくれば昇格というのはありますから。でさらにここで星が流れるとチャンスっていうのもあります。流れない、流れない、残念。ただですね、はい、一応ちょっと詳細っていうか分かってないんですけども、ま
今作もおそらく時短中の潜伏があるであろうと。なるほど。ということで、まあ、望みは捨てずに打ちましょうと。ね、ただまあもちろんそのもし内部的に100円入っとったら、あの100回転連鎖を抜けてももちろん各辺を抜け連鎖も抜けないんで、そこから狙うチャンス行くんで、まあまあそのやめ時に困ることはもちろんないと、安心の海なんでね。はい、じゃあというわけでね、まあもうそろそろね、次のモード、そうですね、行ってみましょうか。はい、ああ銀ちゃんあだなしで違うんですよ、はい、次のモードでね、そうですね、来るんですよ、はい、まあ、はい、僕が一応ね、あたりを見せたんで、はい、そう、じゃあ次は私が、これですよ、これが最大級、シリーズ最大級のインパクト。デラックスフラッシュ、視聴者プレゼント、毎月抽選で5名様に番組オリジナルクオカード1000円分をプレゼント。私ゲンへの応援メッセージを添えて、画面右の番組へのお便りはこちらからご応募ください。当選者の発表は毎月1日私ゲンのブログにて発表いたします。どしどしご応募ください。